はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 というわけでね、なんかいいの思いつかなかったんだけど、最後の最後に一応思いついたのがディーゼルジェネレーターってあるじゃないですか。これちょっと作ってみたいなって思って、このためにちょっとメカニック雇おうかなと思います。これね、結局まだ作ったことないんだよ。なんでメカニックは何、あー、お高いね。メカニックバッテリー2個も使うの。しかもとりあえず見る。楽勝スプリング、と鉄、これぐらい持っときましょう。はい、スプリング結構使うんじゃね。メカニックがスプリング確か作れるよね。旋盤とこれと、あと何？メカニック。ワークベンチ。ワークベンチね。ワークベンチね。ハンマーちょっとさ、これ品質いいから置いといて、レンチも品質いいから置いといて、品質悪いレンチとか探してこようよ。絶対あるでしょ。もう使い切ったかな。使い切ったっぽいね。レンチってさ、結構お高いよね。あ、そうでもない。そうでもない。そうでもない。スチールと何？もう忘れたわ。グルーではないの、絶対な。プラスチック。じゃあ鉄、スチールだよ、スチールと、あ、じゃあもういいんじゃね。ウレンチ、はい。あ、プラスチック不足とか言うなよ。ウレンチ、ニード1ハブクラフト、あ、メカニカルパーツでいいんだ。メカニカルパーツはさっきいっぱい拾ってきた。で、メカニックによって作るレンチがスチール付きなんだね。あ、違う、プラスチック付きなんだね。絵がちゃんとしてるんだ、きっと。で、スチール量産しときましょうか、スチール。スプリング作りたくなるかもしれないじゃん。フォージドスチール。こっちだね。お、300だって。そこそこの量作れる。ありがてえ。よいしょ。カッパー。カッパーは、どれだ。あれ？俺カッパーどっかで掘ったよね。絶対どっかに入ってるんだって。あった。カッパーとジンクってどこにあるっつってたっけ？ジンクは掘ったことがあるの、むしろ。あ、ちょっとだけ気持ちのオイルシェル見っけた。ジンクどっかに入ってるよね、俺ね。持ってきてないかな、こっちに。持ってきてない気がしてきた。レンチは持ち歩こう。で、このアンビルは持ち歩く必要ないよ。なんでアンビルがついてきてんのかな。アンビル入ってるし、こっちも。アンビル入れとくわ、こっち。あー、マイナーもいいな。原発でマイナー動かしたらゾンビ湧かないのかっていうテストやりてえやな。ね。またあのインチキマイナーを特定してっていうか範囲をやってしまいたいよな。
インチキマイナーちょっと準備しとく？あと1分、2分かかりそう。村人を探してくるか。村人連れてこよれって屋上までさ、乗せてあげないとダメだっけ？アンデッドなったんだけど、最悪。じゃあもうしゃがんでいく必要ないわ。2階まで連れていかないといけなかったっけ？あ、寝てるわ。そうか、この時間みんな寝てるか。寝てる間に誘拐できねえかな。村人最近あんま見なくなってきたよね。旅に出たんだろうな、みんな。あっち方面に旅に出てる人多いよな。前にいたでしょ、一人ぐらい。見た記憶があるよ。いたいた、このおっちゃん。このおっちゃん誘拐しようぜ。目開けたまま寝てるけど大丈夫？なんか多分誰かも同じこと言ってんだろうな。むしろセシカが言ってる気がするな。サーチボディって死んでるくね？あ、大丈夫か。だってこれが起きたら、起きるまでにちょっとメカニックの場所を準備しといてあげるか。あの人メカニックにしよう。冷蔵庫も屋上にあるから、あの冷蔵庫。でもな、腐っちゃいそうだな。ね。ちゃんとご飯食べてる？君。食べてるね。あ、結構食べたね。結構食べたね、君ね。食えなくなったら終わりだからね。よいしょ。じゃあどうする？冷蔵庫どっか、そこら辺に作る？冷蔵庫ないとあいつ帰っちゃうからな。もう仕事やめたとか言ってどっかいなくなっちゃうから。それは困るよね。これちょっと心配だからどっか入れとこう。綺麗なことになってる、蜂のせいで。なんか空に舞い上がってってるみたい。どうしよっかな、冷蔵庫。地下でやるのはないでしょう。もう一個冷蔵庫作る？どこで雇うっていう話だよね。こいつら一回撤去する？結構なサイズなんだよな、あいつ。一番空いてるのはここだけど。ディーゼルジェネレーター作って、あと弾作ってもらう予定だから。外でいいかな。むしろ地下。地下もう一度。いや、無理だろう。思った。あ、無理か、遠すぎるか。ないわ。いや、今ね、地下まで光を落としてソーラーパネルやれば電気無限だから安全じゃんとか思ったんだけど、ちょっといい場所がないわ。で、多分遠くから電気持ってったとしてもサボっちゃうから。メカニカルパーツ、エレクトリカルパーツ、スプリング。これ違うね。まあ、こんなもんだろうな。必要そうな。冷蔵庫。
リフレジレーター。アレンジこれ持っちゃったな。まだまだエレクトリカルも必要だった。じゃあ鉄パイプだな。パイプが必要だ、パイプ。レンチをしまって、このレンチは。こっちじゃない。こっちのレンチしまって。で、ザコハンマーを。ザコハンマーをどっかから持ってきて。ハンマーない気がするな。ハンマー作るか。この間に冷蔵庫2台作ろう。冷蔵庫、リフレジレーター。よし。で、ここも閉まって OK。メカニック、ハンバーガー。あんなに頑張って作ったのにバッドフード効果つきやがって。期待外れにもほどかったよね。ハンバーガー、よし。これでメカニカルパーツ必要だっけ。ワークベンチ、ワークベンチ手元で作れるくね。ワークベンチが必要だったらさ、もうダメだよ。ワークベンチ作るのにワークベンチ必要だったらアウトだよ。鉄だね。ワークベンチ、よし。これで一通りかな。よいしょ。で、バッテリー拾ってきてよかった。バッテリー、バッテリーバンクってあるけど、バッテリーが足りないかな。ちょっと上のバッテリー1個ぐらい回してみるか。ソーラーシェルもちょっと欲しいかもね。ソーラーシェル回して大丈夫かな。何が入ってるかチェックしてみるか。確かこっちにソーラーパネル設置してあるんで、これ有効活用しようかなと思っちゃって。 19W だって。 19W じゃ無理だね。雪降ってきた。大丈夫か。またあの寒い時代が来るのかと思って。氷河期、前氷河期で俺ゲームオーバーだったもんね。お、578まで来てんだ。オーガパーツすげえ。待って待って待って、起きたかな、みんな。起きたかな。よいしょ。さあだこ、さあだこ。お前こっちにもいるんかい。さあだこ2人目、さあだこ3人目。死んだのかなあいつは。大丈夫？ネクロマンサーとかさ、そういうのが来たらアウトだからね。気をつけなきゃだからね。マツコはちょっとネクロマンサーっぽいから怖いよね。多分電気ビリビリしてないけど大丈夫かなあいつ。ちょ待って、いつの間に増えた？
首だったけど大丈夫。おうおうおお。やばいな、そろそろ倒すか。やべえ、マジでやべえ。やべえ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 。やべえ。フェラルホードよりゾンビが多い気がする。やばいって、このまま来たら本当にネクロマンサー現れちゃうって。ちょっと待って、重たい。みんなたまろう。一回みんなたまろう。ネクロマンサーいったらもう終わりだな。俺は放置だよ。何匹だかカウントすればよかったな。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20匹ぐらいいたっぽいな。こいつはやっぱでかいよね。よいしょ。いいね。痛い。殴られちゃった。あ、やばい、犬。焼き芋、焼き芋じゃない、焼き犬。待って、メカニック作れてなくね。いいね、作って。で、焼き犬ちょっと待ってね。今剥ぎ取ってあげるから。貴重な焼き犬。よし、まだなんかいたわ。下はこっちがいいね。ナイフ横振りだから。お、焼き犬やん。焼き犬、焼き犬、焼き犬。痛い痛い。やばいやばいやばい。お座り。焼き犬届かない。よし、バンテージ。レシピ、よいしょ。待て、もういい、もういい、貞子、もういい。やめてー。ダメだ。やめてって言ったのに、貞子は懲りずに。お、友達呼んじゃうから。なんでこれ普通に登ってくんねん。ない。おおおお。ここなんかおかしい。ここなんかおかしい。普通に登っちゃう、ここ。なんで？森戸？そういえば豊洲ってどうなったの？どうした？ラガーマンタックルしてきた。タックルしてくるな。今のスクラム、スクラムって言うんだっけ、あの組んでくるやつ。あのハイズリが2匹、ハイズリというか四つん這いが2人ぐらいいたらもうスクラムっぽい感じになるんじゃない。そんなん来たら無理だわ。一瞬で吹っ飛ぶわ。起きただろ、さすがに起きただろ、NPC 起きただろう。よいしょ。待って、これインベントリじゃなくて下に入れとこう。
起きてる起きてる。よし。あなたをメカニックに任命します。ついてきてください。そっか、別にこれ閉めればジャンプしてくれ。なんかゾンビいっぱいいるくね。メカニックさん、いらしてください。あなたの新しい職場を準備しました。雨にも負けず、風にも負けず、ここがあなたの新しい職場です。てれーん。ちっちゃくなっちゃうのね、この人。雨にも負けず、風にも負けず、メカニック来たー。冷蔵庫がない。で、ボイルドウォーター、ボイルドウォーターじゃん、ボイルドミート。一番大好きだからね、あいつら。ちょっと特別性、セシカ特別の。セシカ特製ボイルドミートを作ってあげないといけない。よいしょ。水汲んで。セシカ特製ボイルドミートを作ってあげるから。なんか危なそうな雰囲気がするのは気のせいだからね。ちゃんとしたボイルドミートだからね。勘違いしないでよ。何も悪いことないから。しかと癖ボイルドミート。よいしょ。ミートシチューもつけちゃおうかな。お肉が足りないな。お肉だいぶ減ってきたね。冷蔵庫と。どうしよっかな。でも上70ワット取ったらやばいかな。やばそうだよね。もういらないか。でもこれ50ワット必要なんだよ。50ワット必要なんだよ。あの生産量で絶対足りないんだよ。生産というか、なんていうの、パワーサプライ、電力じゃ到底足りないんだよ。冷蔵庫隣に置いといてあげるからね。こんなに働きやすい職場ないだろ。冷蔵庫隣にあるって、むしろ邪魔って言いたくなるぐらいに素晴らしい環境でしょ。まあ、ただ問題はだね。犬もいるよ。ただ問題はだね、問題は。ここが雨ざらしっていう、かわいそうだわ。ね、間違ってこいつ動かしたら大変なことになるか。こいつちょん切って。これからこっちの。こいつからこっちの。これ焼肉って多分食べないもんな。焦げた肉はグルメだから、こいつら。オンにしようにもこれが入ってないね。39ワットだって。50ワットだからもうこの時点でもうダメなんだけど。ダメじゃん、ダメじゃん。動かないよ冷蔵庫。一応19ワット出してるっぽい。これがチャージされてるだけ。謎。でもあれ70ワットじゃん。70ワットぐらいないとやばいんだよね、こっちね。大丈夫かな。むしろこれ消えてね。
消えてね。雨の日は発電しないとな。75ワットって書いてるやん。あ、違う、75ワット多分ここから出てるんだ。じゃあもうダメじゃん、これ。積んだじゃん、積んだじゃん。ガリ組み行けた。コーンブレッドもこっちからこっちに輸送しよう。食べてくれないだろうな。燃料ないんだよ、燃料。燃料無理だから。燃料無理だから。19ワットで動いてくんねえかな。まあいいや。とりあえず何かお仕事させよう。何ができるの、君。君何作れる？バレットケージング作れそうだね、最初。バレットチップも作れそうと思いきや、スプリングしか作れなさそうなんで、スプリング作らせましょう。まずはスプリングからいこうか。鉄と鉄。鉄と、鉄と何かもう一つ俺持っていきたいのがあったんだけど、ネイルだ、それだ。ストレージ、イエス。ストレージ、ちょ。カレントジョブ、スプリング。あ、作り出したね。OK。パーフェクト。あ、じゃあ君の安全を俺が保証しよう。はい、あっち。君の安全を俺が保証しよう。軽く。軽く保証しよう。これぐらいでいいかね。あと7個しか8ないんだ。よいしょ。大体保証しときだ、大体。口もつけておいてあげようか。大体ね、大体。よし。君の安全は保証された。1割ぐらい。次のフィラルホード生きていけるかは分かんないけど。多分大丈夫だ。頑張ってくれたまえ。君の仕事次第では。こっちじゃない。オスプリングできてるね。頑張ってくれたまえ。バレットケージング、このディーゼルジェネレーターとか作ってもらいたいからね。あれ？これもうダメかもしんね。ディーゼルジェネレーター、これか。このハウジング作れないんだけど、こいつ。ディーゼルジェネレーターハウジング作れないんだけど。これもしかしてさ、フォージのおっちゃんも雇わないといけないやつ？それはめんどくさいな。木がないわ。木がない。燃料がない。マジで？それめんどくさくね？というか仕事サボってね？何？1個作ったもん満足しちゃったの？この人。スプリング。マジでもう一人雇わないといけないの？やだな。
太陽出てきたっぽい。でもさ、燃料つくな、電源あそこまで減ってたらちょっと怖いよね。あ、充電始まってる、よかった。もしかしてさっき充電されてたんじゃね。むしろちょっと冷蔵庫か、冷蔵庫50ワット食いすぎなんだよな。ここ冷蔵庫カットするかも。冷蔵庫カットしてあっちに持ってく。そうするか。じゃあ今回もここら辺で終わりにしましょう。次回ちょっと冷蔵庫覚えてたらこいつをバイクにして、カゴがないかも。カゴがないかも。カゴあったー。じゃあバイクにして冷蔵庫カットして消費電力をすごく抑えて向こうに回しましょう。電気を上で、あとは法事のおいちゃんを雇うかどうか考えろ。法事のおっちゃんなんだっけ、あれ、スミス、スミスハンマー、法事ストーン、ビッグ法事、ビッグ法事ベロー3つぐらいだよね確か。ビッグフォージ。アンビルとネイルとウッド。アンビルと、ちょうど拾ってきたアンビルがあるからね。ネイルとウッド。ビッグフォージ、ベロ2つだったわ。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょう。次回。おいちゃん復活だね。というわけでご視聴ありがとうございました。政治家でした。